平野綾、イコールラブ館番組、イコールラブラブ初回ゲスト、さすがサッシープロデュース。声優、平野綾、36、が20日までにインスタグラムを更新。日本テレビ系、アイドルグループイコールラブ館番組、イコールラブラブ、月曜25時29分全6回の記念すべき、第1回目に、ゲスト出演すると報告した。平野は、イコラブさんの冠番組日テレ、イコールラブラブ、イコラブクロスラブの記念すべき初回ゲストに、呼んでいただきました。彼女たちのプロデューサーである、指原莉乃ちゃんとドラマ、ミューズの鏡で共演した、ご縁もあって、今回お声掛けいただきまして、と、ゲスト出演の経緯を説明。初回放送のゲストとして出演することを明かした。続けて、番組での集合写真を投稿。イコールラブメンバーと MC を務めるパンサー向井聡、38、との集合写真を披露した。平野は、収録がツアーファイナルの翌日だったので、せっかくなら歌い込んでいる、ロストマイミュージックをと提案させていただいたところ、地上波で初めて歌唱させていただけることになり、歌番組は、ゴッドローズをリクエストされることが多いのです。と、番組でのエピソードを綴り、イコラブちゃんたちみんな可愛かった、お歌もトークも無茶ぶりも何でもできちゃう。さすがサッシー、プロデュース即興アフレコや、ゴッドノーズの歌唱を頑張ってくれたみんな。一緒にロストマイミュージックを歌ってくれた、佐々木舞香ちゃんと野口よりちゃん、ありがとうと、イコールラブメンバーを称賛し、イコラブちゃんの冠番組、いろんな分野で一生懸命頑張る彼女たちが見られて最高です。これからも頑張れ。応援のメッセージを送った。